文章初代、リッチモンド及び、サマーセット公爵ヘンリー・フィッツロイは、イングランド王ヘンリー・パッセイが、エリザベス・ブラントに生ませた諸子で、認知した、唯一の婚外子である。ヘンリー・パッセイの子の中で成長した、唯一の男子だったが、諸子のため多い継承権はなく、10代で子孫を、残さずに、父より早く死去した。母、エリザベス・ブラントは、 ヘンリー・パッセイの最初の王妃キャサリン・オブ・アラゴンの次女だった。王妃の妊娠中にヘンリー・パッセイの手がつき、エリザベスは妊娠してヘンリーを産んだ。生まれてすぐに王の諸子であることを示すフィッツロイ性を与えられた。ヘンリー・パッセイの諸子である可能性のある子は他にもいたが彼が諸手を挙げて認知したのはこのヘンリー・フィッツロイただ一人だけである。百二十五年には 初代リッチモンド校、サマーセット校及びノッティンガム博に助舎された。この時、チューダー長が始まって40年が過ぎていたが、34歳となっていたヘンリー・パッセイには一人の王女がいただけで男子の誕生が絶望されていた。ヘンリー・フィッツロイに対するこの破格の待遇には、この子が静寂ではないことへのヘンリー・パッセイの無念さを垣間見ることができる。 1533年に、第三代ノーフォーク公、トーマス・ハワードの娘、メアリー・ハワードと結婚するが、1536年に、肺結核で死去。子孫は残さなかった。ハッチンソン、ロバート、ハウス・オブ・トゥ・リーズン、ライズ・アンド・フォール・オブ、エーチュードル・ダイナスティ、ピコグラム58、アングロイコール・ノルマン語で、フィッツロイは、王の子を意味する。ウェア、アリソン、ヘンリー・エ キングコートピコグラム220ありがとうございます。